んばんや、ニコです。そしてアヒルちゃんです。ニコです。アヒルです。お久しぶりです。2023年ももう5月になっちゃいますね。ちゃんとした動画はこれが一発目です。サボっちゃっててすみません。これからは心を入れ替えて毎週お届けしますよ。そんな約束できないこと言っていいんですか。猫さんはすぐサボるんだから。うっ、痛いところをつきますね。でもなるべく上げていけるように頑張ります。さて、今回は先日開催されました渡辺第27回特典少年期の会場の模様をお送りしようと思います。解説付きですよ。ゆっくりご覧ください。それでは本日のお絵かき劇場に行ってみましょう。どうぞお楽しみください。今回の展覧会も愛媛県松山市のギャラリーリブアートさんで開催しました。いつものようにカレンダーの原画であるマイトラブシリーズとこの個展用の書き下ろし作品は少年をテーマにしたものを展示しています。こちらがマイちゃんとぬいぐるみのラブが織りなす小さな物語の作品になります。今年のテーマは思い出、思いです。今回は水彩、アクリル以外にパソコンで描いた作品も展示しました。少年をテーマとした作品展少年期になります。カレンダーの可愛い作品とは打って変わって男の子向けのかっこいい作品になってますよ。様々な少年のありようをマスクをかぶった少年で表現しました。少年がモデルなのに大人っぽい作品に仕上がって自分自身もとても気に入っています。額もこだわったので合わせてご覧ください。教室の生徒さんたちの作品になります。現在活動している人は9名ほどです。いろんな作品に皆さん好きに取り組んでいます。個性の強い作品が多くて見ていてとても引き込まれます。
ちらがオリジナルグッズを販売しているブースです。20年以上展覧会をやっているのでたくさんの商品があります。今回はアクリルキーホルダーを作りましたよ。いかがでしたでしょうか。今年はこの少年期を県外でやることを決めました。京都と高知です。また詳細は決定したらお知らせします。ぜひご来場ください。